こんばんは、エモケン TV の時間がやってまいりました。今回はですね、いよいよエンジン積み替え編ですね。前回ですね、まあ、一週半ですか？もう、はかなくもエンジン散ってしまいまして。今回はですね、もうとりあえずもうむしゃくしゃしたので、このノーマルエンジン積み替えということでですね、でこうご経験された方はね、こう、お分かりいただけるかと思うんですけど、このエンジンの後ろ側とですね、このミッションのユニットの接続ですね、こう、穴の位置を合わせるのがこれまた、ややこしいんですよね、結構。いろいろ工夫しましたけどもね、結局こう、持ち上げて積むというね、方法で行いました。で、今回は、エンジンとですね、ミッションですね。で、これがついた状態で搭載するという手法をとっております。で、こちらの方が作業時間も短縮できるとのことで、下ろすのはこっちの方が簡単だけど、積むのはちょっと難しいんじゃないかっていう話だったんですけども、いざ試してみたらですね、結構、エンジンクレーンが高さが結構出るのでですね、意外と傾けながら、はめていくと、エンジンルームにすんなり、エンジンがね、収まりまして。もう、お察しの通り、これフレームだいぶ当てちゃってますんで、もう傷だらけになりますんで、そのあたりがですね、こう神経質な方はあまりね、養生されるか、こうね、別々に積まれた方がいいかと思いますけども。で、今回ですね、ちょっと失敗したのがですね、ここのミッションの先にこのプロペラシャフトっていうのがおるんですね。で、本来これ、外して積み込み作業をするんですけども、うまいことこのままつけた状態でいけないかなと思ったんですけど、なかなかここのですね、接合部分が合いませんでですね、で、結局、こう、下の少ない隙間のところからこう、外す作業が入りまして、そのあたりがちょっとね、段取り悪かったなと思うんですけども、下からこちょこちょ動かしながらやっとるわけですね。悲しいですね、このライトのビニールテープが。はい、これツインから帰ってきたそのまんまなんですけどね。こう潜ってこうね、ペラシャフトを動かしたりですね、こうエンジンの位置変えながら。で、今回もですね、このエンジンの横っちょにこのマウントがいるんですけど、こいつとこうね、シャーシの下側とつながっとるんですけど、なかなかここのなんか位置のね、ネジの位置がちょっと邪魔くさい感じでしたけど、まあそれ以外は、それほど苦労することなく積み込みができましたね。下ろすのも早かったですね。一緒に下ろしたんで、1時間半ぐらいですか。で、下ろせましたんで、まあよかったら皆さん一度ね、エンジン下ろされる際は、もうミッションごと下ろしちゃおうということで。今今回もあっさり始動ですね。まあ、前回だいぶ苦労してますんで、はい。スロポジだけはね、ちょっと調子悪かったんですけど、まあ、そのあたりも修復してですね。で、いざ向かったのはですね、こちらは奈良の名阪スポーツランドですね。奈良公園を横目に見ながらですね、こう見えますでしょうかね。この鹿注意の看板がやたらあるというね。名阪はね、とにかくコースも多いですしね、ミニバイクのコースやら、看板に書いてありますね。レーシングカートやら、モトクロスやらね、もうテーマパークみたいになってるんですけども。で、本来はこう雨予報やったんですけどもね、いざ着いたらもうこんないい天気なわけですね。みんなもう我先に我先にとかね、こうドリフトしに来てはるわけですね。まあ、86僕しかいなかったんですけどね。ハンドルのネジをね、こう、緩みまくるんで、こう、締めてたらですね、お友達がですね、乗せてくださいと、説明してますね。何の説明してるかちょっと覚えてないんですけど、何かを説明してます。はい、説明してます。説明するほども走ってないんです。まだ説明してますね。完全にカメラの位置をね、つけ間違えてますけども、前が何も見えない。ドヤ顔ですね。はい、出ましたね。分かってきた発言ですね。恐ろしいですね。じゃあそんなですね、こう、分かってきたらしい私の走りをちょっと検証してみましょう。最終回りはですね、滑らさずにこう速度を乗せていくわけですね。もうハンドル切りすぎですよね、完全に。ハンドル切りすぎからの
最初この切りすぎがあります。すぐ乗せてのあっさりスピンですよね。分かってなかったわけですよね。これまだなんか説明しますね。分かってなかったはずなんですけどね、うん、向こうの友達もキョトーンとしてましたね、今思えば。でカメラ位置を変えてハンドルも変えたのがちょっとこちらですね。どうですかね、ただのね無理無茶な運転をしておりますけども、ノーマルでも結構面白いんですけどね。これ今ドノーマルですね。でこんな風にしてですね、今回はこうね一日楽しく過ごしたわけでございます。といったわけでですね、次回はですね、ニューマシン現るみたいなこととですね、まあ、ダートラーの関係とですね、で今週末に女装女子会やりますんで、生放送やります。よかったらそちらもご覧になってください。どうもありがとうございました。